い、エビチャエビチャ、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。久しぶりの動画投稿になります。まず、EJ リーグ優勝することができました。いや本当に、もうアビスパ福岡のサポーターはじめ応援してくださった皆様の熱いメッセージのおかげで優勝することができたと言っても過言ではないと思ってます。本当に応援ありがとうございました。ということで、早速、EJ リーグの、2日どっちもですね、クラブチャンピオンカップアビスパ福岡を使ったのと、あとは、まあ、自分が好きな選手を使う UT モードで、まあ全く同じカスタム戦術だったので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、ってことで紹介していきたいと思います。カスタム戦術はこのような形になってました。まあ守備的、攻撃的、超攻撃的は正直、まあ攻撃的に行きたい時はバランスで、ビハインドの時とかは、ダッシュチャンスのみプレスにして、まあもう本当にビハインド時はジョージプレス、あとはまあ 4-3-2-1 の形を使ってました。でもうメインとなるフォーメーションはこちらですね、 4-2-2-2 でした。もうこれしか使ってなかったんじゃないかな、多分一回も変えてないと思います。全試合これでいきました。守備のスタイルがバランス、幅が50、深さが70、ここはまあ75でもいいとは思うんですけど、まあ、70でいいのかなとは思います。ビルドアップがロングボールのダイレクトパス、幅30、ペナルティエリア内の侵入が7の、コーナーキック、フリーキックは1です。ビルドアップに関しては、まあ、ロングボールじゃなくて、高速ビルドアップのフォワードランにしてもいいとは思うんですけど、まあ、結構ポジションもしたかったっていう部分で、まあ、ダイレクトパスとロングボールを使ってました。まあ、ロングボールにすることによって、まあ、センターフォワードの選手が結構裏に、走ってくれたり、まあ、ターゲットマン、まあ、自分で言ったらカントナだったり、あとはファンマー、選手が結構いい位置で受けてくれたので、まあロングボールにして正解でしたね。で、ダイレクトパスは、まあこれも同じようにアタッキングゾーンに入ると選手たちが相手のバックライン裏にパスをもらうために走ってチャンスを作りますということで、まあ結局ボール持った時にどっちも裏に走ってくれるっていうところで、やっぱり裏抜け、フライスルーパスが強い作品になってるので、まあこの2つを採用したような形です。指示。あ、フォーメーションから見ていきましょうか。4-2-2-2で、まあ、パケタとミリンコビッチ・サビッチと、ネイマール、イブラ、カントラ・ムバッペ、まあ、ディフェンス陣はいいかな。ボランチに関してはなんですけど、これ裏話になっちゃうんですけど、正直パケタとミリサビはちょっとバランス悪かったかなと思ってて、どっちもちょっと攻撃的すぎちゃって、ミリサビに関しては早ミリになるんで、ちょっとね、このフォーメーションというかこの選手たちは正直急増で作ったような形になってたので、ここバレンラーの方が良かったのかなっていうような感じは正直してました。で、まあまあ見ての通り、この右から攻めて最後はカントナ・イブラに最後クロス上げてなんとかしちゃおうぜっていう感じの、まあ、組み方にはしてます。指示ですけど、フォワードが中央に留まると前線に、張るですね。まあやっぱり2トップなので、早いカウンターをしたいので、まあ、前線の方にいてほしいので、まあここは変えないかなとは思います。で、キャムなんですけど、ペナルティエリア内にクロスで合わせる。で、ポジショニングはアビスパ福岡の方に関しては自由で動くにしてました。こっちも自由に動くにしてました。で、 UT モードだとなんで自由に動く外してたかっていうと、やっぱりクロスを上げたいので、自由に動くって結構こう中に入ってきちゃって、このカントナとムバッペの間にイブラが入ってきちゃったりすることも結構あったので、結局ここはポジショニングにこだわるっていうことで、ここも内側にいちゃうとクロス上げるチャンスなくなっちゃうんで、どっちも変えてませんでした。なのでペナルティエリア内に、クロスに合わせるのみでした。ボランチがパスコースを切ると中央カバーです。どっちもバランスオフェンスです。やっぱりどっちか攻撃陣上げないにしちゃうと、バランス的にやっぱりツーボラで攻めたいんで、ちょっと後ろに居すぎちゃって、横パスからムバッペとカントナにくさびのパスを入れたりっていうすることがちょっとしづらいなと思ったので、どっちもバランスオフェンスでやってました。で、サイドバックは攻撃陣に上がらないのみです。で、センターバックも何もいじらず、キーパーは積極的なクロス対応、スイーパーキーパーでした。あとはまあ言うことはないかな。なので意識することとしては、やっぱりボランチで繋いでサイドバック使って、選手ロック使ってネイマールだったり、まあネイマール動かして最後はクロスでズドンっていうのが、まあ、一つのコンセプト。あとはツートップ使って速い攻めをするっていう感じですね。あとはまあ超攻撃的というか、これに関しては守備のスタイルが変わるだけなので、割愛します。最後は4-3-2-1ですね。これは相手がちょっとうまくいかないなっていう時に使うぐらいで、まあ、自分としてはやっぱりああいう大会って自分の戦術曲げちゃったりすると勝てないなっていうのはすごい感じてたので、これは一回も使ってないんですけど、まあ、一応紹介するとバランスの
幅が60の深さが75です。で、幅60にしてる理由としては、結構4321の3手幅を50とかにしちゃうとすごい寄っちゃって、逆サイドのサイドバックがめちゃくちゃ開くことがあったんで、結構広めにしてます。深さ75はまあやっぱりラインは基本的に高い方がいいですね。どんどんズルズル下がるよりも前面で取っちゃった方が絶対いいと思うので。で、高速ビルドアップとフォワードランです。まあよりロングボールダイレクトパスよりも早く攻めれるっていうところで、4321って FIFA の方は分からないと思うんですけど、ウイレでいう 3CF みたいな形になってくるので、まあもう本当に奪ったらもう前の3枚でなんとかしちゃおうぜっていう感じでやってました。で、幅65のペナルティエリアの進入は10です。ここに関してはJ さんがね一回上げてたのとかなり似てるかな、なので結構パクリにはなっちゃうのですいませんって感じです。で、4321はもう本当これは使ってないから、使うとしたら、イブラとカントラを左の方に置いて、まあムバッペネイマールで攻めてって最後はここでっていう、まあ同じですね。形としてはクロスが非常に強いので、そこのハイタワーに対してクロスをどんどん当ててくって感じですね。指示に関しては真ん中は中央にとどまるのみ、サイドの方は中央にとどまると裏に抜ける、で、サイドのキャムはペナルティエリア内でクロスで合わせるのみです。で、中央が攻撃陣に上がらないサイドのケア、中央のカバーで、サイドバックは攻撃陣に上がらないと、一応オーバーラップを使ってます。オーバーラップ使うとどんどん外に行ってくれるので、やっぱりこれバランスとかインバーテッドだとちょっと内側入ってきちゃって、どうしてもここサイドがいないんで、これこのフォーメーションは、なのでここはしっかり幅使うためにオーバーラップにしてます。センターバック変えずにドンナルマは、積極的なクロス対応、スイーパーキーパーということです。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、もう改めまして、EJ リーグ優勝することができたのは皆さんの応援のおかげだと思ってます。で、今後ね、こういうような動画、上げていきたいと思ってますので、で、明日は攻撃、まあ、今の言葉で説明されただけだとどういう攻撃するんだろうっていうのわからないと思うので、攻撃講座と守備講座も上げていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これからもエビプールをよろしくお願いします。バイバーイ。